く投げ続けている、頑張っている東明です。ん、工藤監督出ます、代打の起用ですか。鶴岡に変えます。おー、カニザレス登場です。今日一軍出場選手登録をされましたカニザレス、まあファームでは先日のウエスタンリーグ広島カープ戦で3本のホームランなど大活躍、現在14本を放っていまして、ウエスタンリーグのホームラン王、そして打点44本をトップです。カニザレスが登場です。与田さん、はい、本人に話を聞きますと、もうコンディションは絶好調だと言っていました、はい、そして一軍合流というのは昨日言われたということなんですが、はい、まあ、自分の力を発揮してチームの勝利に貢献したいと、そしてファームはもう炎天下の中での試合ということなんですが、まあ、一軍はこのドームの涼しい場所で試合ができますから、はい、ベリーグッドと言っていましたね。はい、という三笹さんからの情報です。スタンリーに代わりましてこのカニザレスが上がってまいりました。まあ、ホークスの場合には投手陣でもバンデンハークがなかなか投手の外国人枠の関係で上がってこられないとありますが、こうカニザレスに関しても外国人枠がなければ上にいてもおかしくない選手ですからね、斉藤さん。もう十分の力を持った選手なので、ホークス以外ならの、まあ、十分スタメン張れる選手ですね。抜けます。センター前ヒット。今シーズン一軍初打席初安打カニザレス。キャプテンの内川が手を叩いています。ここは工藤監督おそらくダイソーの起用でしょう。ツーアウトからではありますが代打カニザレスヒットを放ちました。ダイソーにハパーマン、この後キャッチャーということがありまして高谷がダイソーですか。まあ、カニザレスよりは高谷の方が足が速いということなんだと思いますが、いや笑顔満面のカニザレス。